君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。答えの出ない問題を議論するのは好きですか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は哲学対話に取り組む義歌大総合教育院岩内翔太郎先生のお話です。哲学っていうのは、そう、哲学するのが哲学なのか、哲学の歴史を勉強するのが哲学なのか、現状どうなんですか。めちゃくちゃ難しいんですけど、やっぱり最終的に落ち着くのは両方大事だという。ああ、やっぱり歴史を勉強することで、ああこれまでやっぱり頭のいい人たちがこんなことを考えてたんだなっていうことが分かってきますし、うん、でもまあそれだけにとどまってると、じゃあそれって今の日本でそれって通用するのとか意味あるのって話になってくるので、うん、最終的にやっぱり両方大事かなっていう感じがします。哲学って何ですか。ものすごい形式的なことになるんですけど、うん、存在と認識の一般理論っていう。それ私はなぜいるのっていうことですか。そうです。いわゆるその私だけではなくて、さまざまなものとか他者とか動物とかってみんないたりあったりしますよ、うん、でそれが何であるのかとか、あるっていうのはどういうことなのかっていうのが存在について考えると、はい、認識っていうのはものの見方なので、目の前にあるリンゴを見たりとか、はい、目の前にいる他者のことを認識したりしますよ、ね、うん、認識論なんですよね。だから基本的にはその存在と認識を一般的により広い仕方で考えるのが哲学だというのは、私は私も哲学ってよく分かんないので、なんか聞かれた時にはこう答えるようにしてるんですけど、そうやって聞くと僕らも難しそうと思うけれど、その一方でいやでも面白そうって思う自分もいたりして。そうなんですよね。なんかあるんじゃないかっていう、そのなんかが未だにつかめないんですけど、でもこの学問に進んだらなんかちょっと世界の不思議を見つけられるんじゃないかみたいな、うん、そういうワクワク感にこう導かれて哲学の道に入りました。そしてその哲学をですね、義歌大生に教えているという岩内先生なんですけれども、最近義歌大の学生に教えるだけじゃ飽き足らず、こっそり市民になんか哲学を広げている活動をしているって聞いたんですけれども。そうなんですよ。月に1回東三河を中心とした市民の方々と、哲学のスクールでもないですけど、哲学対話の場所を作って、それで広めてるんですよ、ね、なんか最近義歌大の先生もサイエンスカフェって言ってね、科学を一般市民と語るっていうのはやってるって聞きますけれども、岩内先生は哲学のサイエンスカフェみたいな感じですか。そうです。まさにサイエンスカフェと連動するような活動で、サイエンスカフェは基本的にその科学者だったり技術者と市民っていう形になると思うんですけど、哲学対話とか哲学カフェの場合には、哲学者がそこに来て市民と会話すると、私の場合はですね、という形になります。楽しそうですね。いやなんかね、本当ハマってしまって、特に豊橋に来てからなぜか哲学的ななんか雰囲気があるのか分かんないんですけど、ハマってしまって、で大学でも哲学対話論とかというちょっとわけの分かんない授業を作ったりとかして。哲学対話っていうんですか。哲学対話っていうのが通り名で、一応認知はされてます。学会もあります。対話っていうともう1対1みたいな感じで。それは哲学相談っていうんですよね。あ、哲学相談っていうのが1対1。哲学相談っていう哲学対話のジャンルもあるんですよね。禅問答みたいな。そうです、そうです。相談に乗るというお弟子さんが師匠に問うみたいな形。まさにそうですよね、はい、岩内先生のところにも後輩が来て哲学相談したりするわけですか。私は逆に乗ってもらう方ですね。あ、先輩に。はい、先輩に。ちょっと困ったんだけど、夫婦関係困ったんだけど、子育て困ったんだけど。それ普通の人生相談と何か違うんですか。同じですけど、でも普通の人生相談っていうと
基本こう答えを言ってほしいとか、うん、答えを言おうとかズバリ言うわよ的なものになるじゃないですか、うん、奥さん別れなさいっていうあれですね。そうですそうですでも哲学相談の場合にはこう簡単に答えを出さないで、ちょっとやらしいんですけど、相手に考えること、問いを立てて考えることを求めるんです。そういうセオリーがある。そうです、セオリーがあります、理論があります、はい、哲学対話っていうのはじゃあ複数集まってするってことですか。そうですね、あの複数集まって多くても20人ぐらいなんですけど、うんうん、こう輪を作ってやるんですね。木陰かなんかで、木陰でやることもなくはない。実際私はあの大学のリベラルアーツ入門という授業で芝生で学生を連れ出してやったんですけど、うん、日焼け止め塗ってないとかあの苦情が出て、あのやめにしました議課題で。そうです、鳥の糞が落ちてきそうとか。あ、なるほど、はい、屋外はやめて、はい、やめました。屋内でやってるってことですね、はい、市民対象っていうのはいつ頃から始められたんですか。市民対象はもともとは豊橋にあった NHK カルチャーセンターというのがあって、はい、そこでやってたんですけど、うん、それがなくなったもんで、だからかれこれもう3年、豊橋では3年ぐらいずっとやってます、うん、あのだいぶ哲学についてもみんな分かってきたのにもったいないなと思って。あ、じゃあ同じメンバー引き連れてって感じですか。そうです、あのその方たちが母体になった後口コミで違う方々が来てみたいな。へ、全然そんなことを先生がやってらっしゃるなんて知らなかったですけれども、あんまり宣伝してない。宣伝してないんですよ、あの20人っていう上限があるので。 あんまりたくさん来られても困っちゃうわけなんですね。困っちゃうんですけど、まあ、この、 あのラジオを聞いて参加してみたいなと思えば、あのホームページから私のメールアドレスあるので、そこに一報いただけたら、うん、毎週第3土曜日に M キャンパスの5階でやってるので。あ、 M キャンパスの5階っていうと、あの義科大のサテライトオフィスがありますよね。そうです、サテライトオフィスでやってます。 あそこでやってるんですね。そうです、もちろんあの無料なので。第3土曜日第3土曜日です、毎月第3土曜日の午前中にやってます。こうみんなで丸く集まってみたいな感じで。そうです、丸く集まって、たまに義科大の偉い先生が違うところで、同じ回の違うところでイベントやってたりしてお前何やってんだみたいな、市民集めて丸くしてってあの言われますけどね。最初今日は何々のテーマで始めましょうみたいなテーマはあるわけですか。テーマがあることもあるんですけど、あの一番シンプルなのはプレーンバニラといって。プレーンバニラ、美味しそうな名前ですね。そうです、あの一番シンプルな味というので、うん、あのプレーンバニラというんですけど、うん、それはあのみんなが集まってきて、あの関心のあることや興味のあること、気になっていることの問い出しから始めるタイプの一番ベーシックなスタイルなんですね。あ、こちらから用意するんではなくて、その場でテーマが決まっていくっていう感じですね。そうです、その場で決まっていきます。じゃあプレーンバニラがストロベリーになったりチョコレートになったり。そうです、あの、まあ、ストロベリーと呼んでいいのか分かんないですけど、私がよくやるのは絵本を読んで、うん、で絵本を読んでから、それからそれについての感想だったり意見だったりを少しずつ出してもらって、うん、で問いを立てていくってことはよくあります。それを岩内先生が進行役を務めていくわけですか。そうです、あの進行役のことをファシリテーターと呼ぶんですけど、はい、私が基本的にはファシリテーターをやります。でね、なんと助手がミミズクなんだそうです。そうなんですよ、ミミズクなんですけど、フックという愛称なんですけども、今日ねそのフック連れてきてくれてるんですが、先生が抱いてて案外大きいです。そうなんですよね、やっぱりこう結構これ抱き心地とかも大事で、というのもこのフックを持ってる人だけが話せるんですよね。ミミズクのフックですけれども、実はぬいぐるみです。ぬいぐるみなんですよね、はい、枕ぐらいある大きさのぬいぐるみですが、すごい可愛い。これもう先生付き合い長い、まあ、長いというか豊橋に来てからなのでもう4年目ぐらいになります。そんな感じのお付き合いなんですね結構使いこなれた感じがあるんですけれども、このことをいつも哲学対話をやってらっしゃる。そうなんですよ、これ面白くて、説明としてはこれ持ってる人、フックを持ってる人だけが話せるんだよっていう説明をするんですけど、これ持ち方とか使い方って人それぞれ違って、はい、もうなんか多分心理的なこう、うん、安全を守るような役割になっていて、こう耳をいじくったりとかモフモフしたりとか、うんうん、人によってはこう顔をお腹の方に向けて抱いたりとか、で必ずその人によってこう使い方が違っていて、うん、私はそれは口には出さないんですけど、いつも楽しみに見てます。あ、なるほど、面白いですね。話したい人がいたら手を挙げてもらって、うん、でフックを渡して、うん、フックを持っている人だけが喋れるんですね。先生も私もそうなんですよ、うん、
なので一方的に私が喋るってことはまずなくて、フックが回ってきたら私も喋ることができるという感じになります。ぜひ皆さんも興味がある方はですね、哲学対話でも、哲学対話っていうんでおしゃべりタイムではないので、何かしらこう哲学的な意味合いを持たせた発言をしなきゃいけないのかなと思いますけど。いや、そんなにこう気張らなくて良いものなんですけども、ただ普通のおしゃべりと違うのは、こう問いを立ててそれについてみんなで考えると、そういうおしゃべりもたまにあるかもしれないんですけども、普通おしゃべりといったらこう取り留めもなく話したいことがどんどん流れてきます、しかし哲学対話の現場では、問いを立てて、それについてみんなで考えるというものになります。それが例えば絵本から始めるとか、そういうような感じで始めるわけなんですね。そうなんですよ。だからもう本当にいろんなタイプの問いが立って、私が今まで経験したのだったら、アンパンマンってなんであんなにグロテスクなんだろうとか、あとは他には何ですかね、夜になんで寝なきゃダメなのかなのかとか。それ絵本から始まって。そうなんですよね。へえ。あとコスパ重視はどうしてなのかとか、そういう問いも立ってきます、ね、それでどんどんみんなが発言をして。そうです。ただ沈黙の時間も結構大事で、やっぱりこうカフェでのおしゃべりってそれを止めないように次から次へとこう話すじゃないですか、哲学対話っていうのは、答えが決まってるような問いではないので、考えて黙っててもいいんですよね。フックが来てもパスしていいんですよパスありなんですね。パスありです。黙っててもいいっていうのがちょっと学校の授業とも違いそうですね。そうなんですよ。いつも言うのは、答えを急がないよ、分からなくてもいいよ、黙っててもいいよ。みんな驚くんですけど、その原則を説明した後で哲学対話に入ってきます。なんか特に大学の講義でやってると、学生たちは先生がそんなこと言うなんてちょっとカルチャーショックですよね。そうなんですよ。これ本当に大学の授業なのかってみんな最初疑ってるんですけど、やってみたらこうやっぱり振り返りシートとか見ると、本当に考える経験になったとか、自分の頭で考えるってこういうことなんだって、楽しかったっていう感想が出てくるんですよね。だって分からなくてもいいとか、答えは急がないとか、黙っててもいいって、成績はどうやってつくんだろうって思っちゃいます。それが一番言ってはいけないことなんですね成績をどうやってつけるのかは非常にこれは言い訳がましいことはたくさん言えるんですけど、そこは秘密にしといてください。あ、そこは秘密です。普段Mキャンパス5階とかで楽しく哲学対話するときには点数なんて考えなくてもいいですからね。もちろんです。答えを出さなくていいって言ってるのに、点数化するってこと自体がまず構造的に矛盾してるんですよね。ただ私がやってる哲学対話では、本当にこうリラックスして、点数なんか気にしない、分かんなくてもいいので、みんなそうやって参加してきてますね。どうですか、年齢層的には岩内先生よりも上の方とかが集まってきちゃったりもするんじゃないですか。そうです。特に市民講座みたいな形で、やるときにはみんな私よりも経験値が高い人たちなので、私はますます黙ってるとでも黙ってていいので楽ですよね。講演じゃないのでなるほど。自動的にあとは場が進んでいくわけなんですね。そうです。私はなんか誰か差別的なことを言わないだろうかとか、人を傷つけるようなことを言ってないだろうかっていうのをチェックすればいいだけなので。あ、そういうところやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないわけですね。そうですね。やっぱり安全性っていうのが哲学対話の現場では一番大事で、安全性、例えば危険なのは、そもそもいじめがあるクラスに入っていって、哲学対話をやるとかってなると、哲学対話の中でまたいじめが発生してしまうってことになりかねないんです、そういう場合本当に哲学対話自体が危ないものになるので、安全性ってことをきちんと考えるっていうのは大事なことです。ファシリテーターが気をつけなきゃいけないところですね。そうですね。私が一番気をつけてることですね。なるほど。今いじめのあるクラスなんていう話も出ましたけれども、子どもたちが哲学対話に挑戦するってこともあるわけですか。そうなんですよ。私は小学生からはやったことあるんですけど、豊橋市内で。豊橋じゃないんですけども、ドイツだとか東京で。ドイツ先生ドイツ語いけるんですか。いや、ドイツ語読めるんでなんとかなるっていう感じですね。読めればファシリテーターできるんですか。そこではドイツ語と英語を2つ走らせて、英語はまあまあできるので、ちょっとその現場のね、懐かしの写真を、スナップ写真を
ドイツの学校、そうです、ドイツから、集めて、子どもたち集めてやった時です、見せてもらったんですけど、もうなんか椅子にですね半分こき仕掛けてる感じで、やんちゃそうなドイツのガキンチョたちが、そうなんですよ、やんちゃそうで、もう私の話は親に言われたからしょうがなく来たんだみたいな、やっぱそうなりますよね、はい、で何について話したんですか、その時は。その時は親のルールって何なんだろうって、親のルール、親のルールって何のためにあるのっていうのを話したんですけど、親のルールっていうのは親が言ってくるいろいろなルールってことですか。そうです、こんなことできるの当たり前だよとか、これやって当然だよみたいな言い方って、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだって、やっぱりやんちゃなので。そう、親は笑って見てるわけですか。親は別で哲学対応してるんですよ。ああ、やっぱ親がいると子供たちこう萎縮しちゃうので、親御さん出てってくださいと言って、子供たちと私だけで。わあ、楽しそうですね。楽しかったし、豊橋 あのブラックサンダー持ってったらめちゃくちゃ喜んでる。それで打ち解けたという。さすがですね。お菓子配って打ち解けて。そうです。何でもまあ配ればいい、ばらまけばやっぱり仲良くなれますね。というように小学生にも挑戦してっていう。いや、年齢は関係ない。関係ないですね。むしろ小学生とかの方が良いという。どういうことですか、それ。大人になるとやっぱり発想がもう貧しくて、なんか問いを出せと言っても、ロシアはどうしてウクライナに侵攻したのかと、これはもちろん、まあ、大事な問いではあるんですけども、やっぱりロシアってなんでロシアって言うのとか、ウクライナって何なのぐらいの、それぐらいのこうそもそもを問う、やっぱ哲学ってそもそもを問うので、それぐらいのこう発想の柔軟さ、子供たちって なんでって聞くじゃないですか。ああ、そうですね。世の中に疑問だらけですもんね、子供たちは。そうなんです。だから哲学対話って面白くて、優秀な高校とか大学でやれば良いかって言ったらそうじゃないんですよ。むしろ世界をこう素直に見てるようなヤンキーとかの方が、良い問いを立ててきたりするんですよ。いいですね。このヤンキーの哲学対話やりましょうよ。いや、私はファシリはやりたくないですけどね、監修で。先生、今そういうの、M キャンパスの5回以外でこういう哲学対話の場を設けたいなっていう、なんか構想はあったりしますか。これは豊橋市に言ってるわけじゃないんですけど、豊橋市の小学校とかで呼ばれたらいつでもやりたいなっていうのがあって、やっぱり小学生とやりたい、やりたいです。豊橋市 の小学校とか、まあ、中学校とかで、やってみたいなっていうのはあります、学校を巡っていきたい。そうですね、感じですね、はい、そういったところでもう小学生中学生の頃から哲学っていうものに触れるっていうと、素敵な哲学者が生まれそうですね。いや、そうですよね。やっぱりそういう経験小さい頃からしてると、もともとその哲学対話っていうのは大学生を教えてた大学の先生が、あ、こいつら論理的に考えることができてない、小学校から哲学を入れないとダメだから始まってるんですよね。やっぱりその物を考えるっていうのがうまい下手っていうのはあるんですね。ありますよね、それが哲学は非常にいい訓練になる。なりますね、はい。あとやっぱもう一つは物を考えてそれをうまく表現するってことも大事なんですけど、やっぱり哲学やってて思うのは、哲学ってむしろどうしてもまあ、この問題って分かんないなとか、もうどうにもならないなって時にひたすらこう耐える力、それ ネガティブケイパビリティって言うんですけど、それをこう養うのにいいなと思います、ね、分からないことに対峙した時に耐える力。そうですね、とにかく耐えるという。例えば単純にこう哲学のテクスト読んでると、哲学者って難しい言葉いっぱい使うので何書いてるのか分かんないんですよ。普通だったらこれ、まあ、コスパ悪いとかって言って捨ててしまうと、なんでこんな分かりにくく書いてんだって、誰だこいつってなってしまうんですよね、今の若者はこうスクロールしかしませんから、でもやっぱりその難しいテクストの時見ながらこう諦めない、ちゃんと考え続ける、それってやっぱりこう修羅場、一つの修羅場で、そういう修羅場をくぐった体験っていうのが大人になって、なんかどうにもならないような状況とか答えの出ない問いに立ち向かう力になるんじゃないかって考えてます。なるほど。いや、僕ら今までインターネット のただ長い長い文章で全然意味が分かんないのただただ腹立ててましたけれども、それじゃダメなんですね。いや、まあ私も腹立ちますけどね。たまに本当に腹立った時には哲学の本投げつけたりしてますよ。
という岩内先生がファシリテーターしている哲学対話があるっていうことをですね、皆さんも知っていただいて、よかったら門を叩いていただければ。そうですね、各地で田原市とか豊橋市で今後単発のイベントとかもやっていく予定なので、ぜひ岩内という名前を見かけたら気軽に来てください。そして学校関係者の方聞いていらっしゃったら、学校でもやってみたいと、そういうふうに野望を抱いていらっしゃいますんでね、ぜひ豊橋を哲学の街に。いいですね、なんか響きはただなんか響きだけですねでも先生は前いらっしゃったところではそんなでもなかったんだけど、豊橋に来て哲学対話をやったらハマっちゃったんですよね。そうなんですよ、なんかやっぱり前いたとこ東京なんですけど、東京ってやっぱ人と人のつながりってあんまり私意識しなかったんですけど、こっち来てやっぱり子育てしてみんなにこう助けられるようになって、でそれからこのなんかローカルなコミュニティでの対話っていうのがとってもなんか楽しくなってきて、でやっぱり豊橋に来てから哲学対話っていうのを始めたんです。あ、じゃあ豊橋の人、東京の人というよりも先生の環境が変わったってことかもしれないですね。そうですね、私の環境が大きく変わったってことです。いうことで、僕ら豊橋市民は先生の人生の美味しいところをいただけるみたいですのでぜひ哲学対話参加してみてはいかがでしょうかね。哲学対話というものがあるということを、義科大で哲学を教えてらっしゃいます岩内先生に教えてもらいました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。恒例、今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました岩内先生の業界用語はネガティブケイパビリティ。ネガティブケイパビリティというのは、答えの出ない問いやどうにもならない状況に耐える力です。これは反対なのはポジティブケイパビリティといって、ポジティブケイパビリティは問題解決能力なんですね。だから問いがあって答えがあるものなんですね。ネガティブケイパビリティっていうのはその逆の能力で、もう答えもどうにもならないなって時にそれにただ耐え抜く力ことですね。とにかく丈夫で長持ちする素材が夢でした。そしてそれを安く大量生産できたら人類の未来は明るいと信じてました。プラスチック、今丈夫で長持ちしちゃうスペックが使うのをやめようキャンペーンを生み出しました。次週8月10日の天白の城は、丈夫で長持ちだけど自然に優しい高分子材料を探求するお話、応用科学生命工学系教授原口直樹先生を訪ねますを楽しみに。